まえます。初球はすっぽ抜け。ボール。余計な力が入ったか。縦のスライダー見送ってボール。カウント2ボール。第3球はインコース高めストライク。打った。左中間へのフライですが、ヒット。中継。友澤、素敵な二塁打を放ちます。これで今日は4打数の2安打。さあバッターは一条。自信に満ち溢れた表情です。1点でも返しておきたい。渾身の直球ストライク。第3球を高く上がってます。センター落下点に入りました。センター取りました。友澤、打球を確認して3塁へ向かう。チャレンジャー、なおもチャンスが続きます。さあバンガード、格の違いを見せに打席に入ります。なんとか食らいついてほしい。さあ次の球、ぶっ飛ばした。さあ体がほてってきた。ライトセンター見送った。ホームラン。先ほどの投球順位チーム。第9投げました。インコース見送ってストライク。まずは様子を伺います。インハイ決まってストライク。以下に進む。早くも追い込まれています。打った。ボテボテの当たりはセカンドゴロ。一塁へピュン。アウトです。一塁はアウト。これでスリー。まずは初球、高速スライダーはボール。コーナー攻めてきます。第2球投げました。ストレートはストライク。さあ3球目、打った。いい当たりだ。取りました。これでワンアウト。さあハイタニ、グラウンドへの忘れ物を取り戻しに行きます。アウトハイ決まってストライク。投球これから2球目、高く上がってます。ここは大事にボールを取りました。さあ矢部昭雄、この打席は何を見せてくれるのか。ウィンドウ決まってストライク。まずは様子見です。さあ次の球、打ちました。三遊間、あー、これを取っちゃう。記録はヒット。内野安打になりました。これで今日は4打数の2安打。ここでバッターボックスは須崎。後がありません。気持ちで行っていただきたい。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。さあ1球目、ここはランナー警戒します。一塁へ牽制球を送ります。これも外します。一塁牽制、タッチはセーフ。かなりランナーの動きを警戒しています。遠慮、見送ってストライク。さあ4球目、インコース低めストライク。このまま簡単に終わるわけにはいきません。投球ボール、ボールを2塁へ送る。盗塁成功。場面、俊英高校外野は前進守備を取ります。須崎選んでフォアボール。さあバンド丸島、小技でかき回せるか。まだまだ諦めていません。なおもなおも攻撃は続く。セカンド牽制、二塁タッチセーフ。さあ次の球、外角低めいっぱいストライク。ワンボールワンストライク。よっしゃ、ヒットになります。バックホーム、二塁ランナーホームイン。まずは同点。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。じりじりと追い詰めていきます。さあバッターボックスで友澤亮が待ち構えます。舞台はこれで整いました。外角低め見送ってストライク。投球3球目、おお、いったか。こりゃパワフルフェスティバル。さよなら、スリーランホームラン。この人が決めたところにドラマがあります。変化球を完璧に捉えました。まさに死闘。チャレンジャーズが非常にエキサイティングな戦いで勝利しました。
よいよあと一戦、ついに決勝戦の舞台にたどり着くこととなりました。さてヒーローインタビューのお立ち台には今日の